三角定規を使って切り紙折り紙をしましょう。正方形ぐらいに切った紙をまず三角に折ります。もう一度折って中心の位置を決めます。印をつけておくと分かりやすいです。ここが180度ですから、六つ折りにするためには三角定規の60度の部分を当てます。そして三角定規をしっかり押さえて、三角定規の斜めの線にぴったり重なるように折ると、60度が2つできます。これをクレープを包むように折ります。この時先をピンと尖らせるのがコツです。裏返して横半分に折ります。この時も先をピンと尖らせましょう。また裏返してこの先の飛び出ている部分を切り取ります。開くと十二角形になっています。切る場合は開かないでください。斜めに切り落としてみます。花びらが6枚のこんな形になりました。ここから切り込みを入れていきます。同じ方からどんどん切り込みを入れていってみます。ハサミの奥を使って切りくずを完全に取っていきます。これを開くとこんな模様ができました。今度はこちら側から切ったらくるりと回して反対側から切っていきます。どちらから切っても構いません。また違った雰囲気の作品になりました。ここからは失敗のリカバリー方法です。もしこんな風に切り落としてしまったら枠だけになってしまいます。そんな時はこの真ん中の残った部分を切っていきます。また切り落としてしまいました。もっと小さく切りましょう。バラバラになったパーツもこんな風に組み合わせて置いていけば綺麗な模様になります。今度は細かく切ろうと思ってチョキチョキチョキとハサミを何度も入れていきますが、切りくずが一つも出ていません。ちょっと広げてみましょう。たくさん切り込みは入っていますが、広げてみると模様がほとんど見えません。こんな時は切り込みを利用して
切りくずが出るように切り落としていきます。斜めからハサミを入れると切りくずがポロポロと落ちてきます。切りくずが出るとその部分が模様になっています。丁寧にたくさん切り込みを入れているのでとても面白い形になりました。端を斜めに切り落としたものからいろいろな形ができました。今度は端を斜めに切り落とそうと思っていたのに切ってみるとバラバラになってしまった場合です。でも大丈夫、こちらが使えます。こちらはつながっています。このつながっている部分をさらに切り込んでいきます。先ほどと同じように切りくずが出るように切っていきます。失敗したと思ったのにこんなに面白い形ができました。こちらも切り方で違った雰囲気の作品になります。一度開いてしまうと折りたためなくなることがあります。その場合は最初からもう一度作ってみてください。